えー松本人志さんの活動休止について思うことっていうところでやっぱりですね僕自身もお笑いをずっとやってきましたしこの報道を受けてもう心落ち着かないというか連日ですねどうなるんだみたいなことをですねえ勝手にえこう感じながら。 えー、予想したりとかですね、あこうなるんだとかいうのをですね、考えているんですけども、えー、私自身思うことはですね、もう松本人志さんはですね、まあ、コロコロいろんなことを受けて、とんでもない、本当のお笑い芸人というか、その役割、ジョーカーとしてのですね、トリックスターとしての松本人志が帰ってくることをですね、えー、期待しているというような、えー、ところです。 うんまあ、芸人って、うん、これまでちょっとこの松本人志さん含め、吉本芸人が作り上げてきた、えお笑いの価値観っていうところをですね、え滑らない話であったり、まあ、M1 もしっかり、うんまあ、競技性があって、さらにはまあ、松本人志のジャッジが入る。 えー、そういったところでですね、えー、こう、テレビ芸としてのお笑いが、うん、この、まあ、平成からですね、如実にもう一人勝ちみたいな感じでですね、ぐわーっと、おこの、うん、システムお笑いというかあ、そういったお笑いとはこうだっていう定義づけが行われてきて、行われてきて、その頂点に君臨するのが松本人志であり、みたいな、えー、状態、状態が、 続いてきましたやはりそこにですね、あのー、去年中田敦彦氏が、まあ、疑問を呈したというか提言という形で、えー、YouTube 発信してたんですけども、まあ、すごい、まあ、炎上はされてたんですけどやっぱあれは結構まといていてですねやっぱりお笑いって別にテレビ芸一つをくくるものではなくてうんもうな,な,なんて言うんですかこう,う,こう面白いとかですね インターレストな部分もお笑いですし、んなんか、まあ、海外とかスタンダップコメディもあったりだとか、演劇自体も、まあ、コメディの演劇もあったりだとか、非常に多様性があるガーマルチョバみたいなこともえある中でですね、日本のお笑いっていうのは、お笑いイコール、テレビ吉本勢が作り上げてきた、えールールブックの中の範囲。 っていう状態でみんながそれを追いかけていってたっていう状態があります。えー、そしてですね、やっぱりあとはですね、コミュニケーションにおいても、まあ、寒いとか、絡みにくいわーみたいな言葉も、松本人志さんが、まあ、こう、普及させていった言葉でもありますので、まあ、そういったですね、で、頭をバンバン叩くだとか、そういった、あまあ、えー、粗悪性みたいな、 感じのものもがお笑いで、それ以外は、寒い、滑ってるみたいな。あとは、えー、お笑い芸人じゃない人を、えー、素人みたいな言い方をして、特権階級かのようにですね、えー、やっていました。あと一つ私気になるのはやっぱりです、お笑い芸人さんみたいな、さん付けを始めたのも、まあ松本人志さんから。 であって、まあ、芸人ってもっとあがめられてもいいんじゃないかみたいなところから、えー、芸人さんみたいなことなんですが僕、芸人ってそもそも、えー、トランプでいうところの1から13トランプがあるんですけど、そこにはいないんですよね。何かつはジョーカーの役割があって、 まあ、1に寄り添うこともできるし、2に寄り添うこともできる。えー、場合によっては13の振りをして、まあ、ペアになったりだとかですね、えー。そういうですね、1から13の階級すべてにこう、えー、身を置いて、それを演じきるっていう能力もあれば、このゲームをですね、大どんでん返しでひっくり返す、ジョーカー出たらひっくり返るみたいなですね。そういったですね、まあ、あトリックスター,ーですね。マーベルでいうロッキーみたいな。 うん、そこが元々の芸人であり、あとはまあ、王様は裸だ、みたいな。裸の王様である少年ですね。まあ、常識とされているものを、これはもう誰もみんなタブーにしてて、声を上げちゃいけないものに対して、えー、純粋な気持ちでえ、これ裸じゃん、みたいな、うん。っていう、こう、ゲームチェンジャーの役割もある。さ、う、ら、ん、にはまあ、 あとはもう権力に対して笑いという一番高等で人間しか持っていないテクニックを使ってこの武力とかですね権力とかを無効化するっていうようなところもあってそういった側面が芸人には求められているっていうことは 大田光さんとかもですね、よくこういったようなことを詳しくは、あのー、私のちょっと説明じゃつたないので、まっ大田光さんが体現している部分はあり、あるかなとは思いますね。要は権力者ではないんですよね。お笑い芸人っていうのは。うん、なので、芸人さんなんてさらになんかその、どこまで特権、階級を上げれるかよ、みたいな、芸人ってもっと崇められるもんだ、みたいなもんじゃなくて、とことん下にいる、みたいな、とことんこの常識の枠にいない、 からこそ芸人であり、この常識をひっ,きひっくり返せるからこそ芸人という美学。そこがですね、あの、まあ、この平成から現在にまで至ってきたテレビ芸としてのお笑いの観点の中に、まあ、もしかしあったんですけど、やっぱちょっと足りなくなっていた。えー、もしくはこのテレビで見ていた視聴さんにはその辺は伝わっていないところで、 まあ競争だとかですねテクニカルだとかまあそのか一つの価値観のもと進めてきてしまったお笑いっていうのがあるとでまあいろんなことがあってそのお笑いが今崩れてきている中でじゃあこっからどうするかっていうところなんですけどもまあ絶対性被害はもうなかったこと。 もう何に越したことはなくて、この件はですね、もうどこにも被害者がいないっていう状態で、どうにか収まってえいただければっては思うんですけども、まあ松本人志さんへのこうすればよかった、ああすればよかったっていうのはまあいろいろあるかもしれないんですけど、今ですね、松本人志さんはこれまでこうちょ、権力と、 お笑い芸人と権力が結びついてしまった、特権が結びついてしまった状態。で、松本人志さん自体も本来は辞めたかったかもしれないんですけども、やっぱり辞めるってものすごいエネルギーが必要で、自分が辞めたら、これまで作ってきた、あのー、ピラミッドだとか、組織だとかですね、これ、これが自分が抜ける分には構わないんですけど、そこからなし崩しに、やっぱり被害を被るというか、同じような生活ができなくなったりだとか、これまで、えー、 松本人志さんと一緒にこのプロジェクトを立ち上げてきた人たちが路頭に迷ってしまったりだとかすることもあるので本人はまあちょっとこれはもうえもう少しもう少しもう少しということで続けてきた人肌脱いできたんだっていう思いがあるかもしれません実際僕も議員をやってた時にですねなんでこの議員何十年も居座ってんのかなみたいなことがあったんですけどもやはりですねあの辞めるのは結構エネルギーすっごいかかるんですよ 私自身もじゃ一期四年でや、え、勤め上げてやめますって最初から公言してたんですけど、いざ一期四年で終わろうとした時にものすごい、えー、こうプレッシャーというかですね、エネルギーを感じてやめるってすっごい難しいな。これが20年、30年続いたら本当 うんもう、むずいなっていうふうには感じました。ただ、やっぱりこういった、えー、中でですね、自分から身を引く。安室奈美恵さんの、まあ、同じ表現者として、安室奈美恵さんも40、えー、まあ、20周年で辞める、25でしたっけ辞めるんだっつって、えー、しっかり区切りをつけましたし、えー上岡、上岡龍太郎さんも、えー、そういった感じで、しっかり退きました。うーん、で、えー 紳助師匠もまあちょっと形は違えどまあそういう見切りをつけたんですけどやはりしっかり自分の中で見切りをどっかでつけていかないとですねこう何ていうんですか鬱っぷんではないですけどやっぱ時代がこう早く席を開けろっていうせき立ててくるんですよね。 それをですね、上手に自分から降りる。山の頂上に着いたら居座らずに、えー、しっかり下まで降りるっていうのを一セットで考えれた時にですね、あの、すごい良かったのかなと思うんですけど、やっぱり今回はもう時代や何やらかんやらで、えー、この席を、えー、自分の意志とは、えー 反対、石の反対というか、石を示す前に尻ぞくという形になってしまったんですが、実際、テレビから尻ぞいただけであって、まだ60な、そこいらですので、お笑い芸人としては、ものすごい、い今、油がの、のりに乗った状態。え、落語家なんで60超えたら、もうとんでもない、こっからだっていう状態ですよね。しかも、こっからですね、まあ、松本人志さんはまあ、よくも悪くも、これ僕としてはもう、これは、 まあ、ひょうたんから駒というか、最後が馬ではないですけど、権力がもう、こう、剥がされちゃって、いい意味でものすごい一匹狼になったんですよ。で、その一匹狼と松本ひとしさんって、すっごい、あの、親和性が高いというか、そもそも、あの人一人で、まあ、大喜利のですよ、あの、一万円のライブをしてみたりだとか、 まあダウンタウンとしての漫才ももちろんごっつえ感じっていう作品もそうなんですけど、一人で何かをさせるみたいなこと、ずっとこれまでやってきてるんで、それこそユーチューバーがやってるようなことをですね、一人でまあ24時間なんとかだとか、まあ大切りしてみたり、まあさっきも言いましたけど、なんかですね、とにかく自分一人で笑いの追求、えー、孤高の笑いの追求をとにかくしてきた方ですよね。 その方がまた権力から退りいたんですよ。ということは、権力を笑う側に松本人志を据えたとき、すっごい粗悪性とダークヒーロー性をものすごい感じますよね。 腰淡々とですね、あのー、テレビ界から俺を追放しやがってっていう気持ちもこう煮えたぎらしながら YouTube で、まあ独自の笑いをまたさらに発信する。しかしそこには守るものもなければ、うん、何もない。俺には何もない。あるのは、えー、権力だとか社会があって、1から13までこう、 あるトランプのなんかの常識、社会構成があって、その今枠にスポーンと抜けて、ジョーカーの立ち位置に今なったわけです。だからもうある程度ちょっと落ち着いて、あのー、まあ裁判とかもですね、あの、ある程度しっかり形ついたら、 で、そのまま引退とかではなくですね、え、こう YouTube ですよ。はい。YouTube でもいいですし、まあ何かしらのパッケージです。で、松本人志さん、あの、映画はですね、ものすごく、あの、酷評されていたじゃないですか。ただ、その、松本人志の映画を酷評しちゃダメだみたいな空気感もあったんですけど、それももう、松本人志が権力になってしまっており、タブーになっていた状態。だから、タブーを笑う側になっている、今はもうね、タブーとされてたお笑い芸人じゃなくなった。 ということで、えー、昔、ビジュアルアル,バムビジュアルバムを出してましたよね、ビジュアルバムがすごい短編のコント、もう本当にもうここまでやったらバシーンと切って、まあ、次のステップに行く、次の、えー、コントに入るだとかですね、まあ、なんて言うんですかもう尺も自由自在だし、うーん枠もない。 もう自分がやりたい表現をもうとにかく、えー、突き詰める。うん。それで松本人志がお笑いを最定義ではないですけど、やっていただくとですね。 ものすごい面白いなとは思いました。だから今松本一志と,というのは、あの、最初にデビューした、ダウンタウンでデビューした時の粗悪性、凶暴性とか狂気性とかをですね、今、<laughs> もう限定回帰して、今もうものすごい持ってる状態。しかも油に乗っている状態。もう少し落ち着いたらぜひですね、また何かしらの形で、 出てきて、もうじゃあテレビ覆してやろうぜだとか、あの、あとはもっと海外に出ちゃうとかですね、できるんじゃないかなと思っておりますので、これからが楽しみだと思いますが、現時点のこの状況はですね、えー、重ねて申し上げますと、おまあ、なんか性的な被害がなかったことを、そしてですね、この事件が、えー、終事件というか、この事案がですね、収束に向かうことを、願いました。 で、えー、この動画といたします。